こんにちは、とことんアルビです。現在2連敗中のアルビレックス新潟は昨日アウェーで浦和レッズと対戦しました。2400人のアルビサポーターとともに元チームメイトと久々のご対面。アウェー浦和戦は J2 時代から11連敗と未だ白星のない鬼門。アルビは代表勢が見せました。前半20分エジミウソンの強烈なシュート、日本代表東口が左手一本で弾き出しピンチを救います。しかし前半22分、マルシオ・リシャルデスのフリーキックゴール前、エジミウソン警戒していた元新潟コンビに先制点を許してしまいます。それでも新潟は前半32分、藤田のクロスにブルーノ・ロペス、こぼれたところに千葉、チーム得点王のブルーノ・ロペスがディフェンスの背後からピンポイントで合わせますがファインセーブに阻まれました。1点を追いかける新潟は後半9分、酒井のパスカットから一気に前線へ、ブルーノ・ロペスディフェンスに倒されながらも持ち込んで持ち込んでシュート。アンダー22日本代表酒井の積極的な攻撃で徐々にゴールに近づきます。すると後半25分、絶好のチャンスが訪れます。藤田のフリーキックを石川が折り返し、最後は鈴木大輔、22歳以下の日の丸を背負う男がついに J1 初ゴールを決めました。あの場所にいることが大事だったと振り返った鈴木、落ち着いて流し込んだゴールはアウェーで勢いを取り戻す貴重な同点弾。苦手としていた鬼門アウェー浦和戦で初の勝ち点を挙げ連敗ストップです。2試合負けが続いてた中で今日はしっかりチームとして勝ち点を取れたっていうところが出世だと思います。弾みをつけて代表に行きたかったっていう思いがあったので、ホームのサポーターの前で、自分の活躍する姿を見せたいっていう思いはあります。新潟のビッグサンドピッチで、日の丸をつけて、試合に出たいっていう気持ちは非常にあるので、本当にアピールしていくだけだと思います。6月1日今度の水曜日には東北電力ビッグサンスタジアムでフル代表そしてアンダー22日本代表の試合があります。